はい、トマトです。ミニトマトです。今日は芽かきの説明しますね。今映しているのが芽かきのための新芽と脇芽と呼ばれるものです。ミニトマトっていうのは基本的にすごく単純な構造をしていて、葉っぱ、花っていうのがこう繰り返しになってるんですけど、葉っぱは葉っぱで止まります。で、花は花でこう一括りになって止まります。で、この脇芽っていうのは新たな幹だと思ってください。で、新たな幹を出したがるんですけれども、基本的にプランターとかってで育ててる方はあんまりこうやっぱりエネルギーが土のエネルギーだとか、あとは日光量だとかそういうのが足りないので、この脇芽を放置していくと枝がわーっといっぱいできてしまって収量が落ちますので、基本的には脇芽を描く。で、この断面めちゃめちゃ匂いいいです。やみつきになりますのでぜひお試しください。で、この枝も実はあのちっちゃな脇芽だったものを育てていくとなったものです。これ分かれてますよね。これもともと枝だ、あの脇芽だったものが大きくなってこれだけの幹になってます。で、私は今地植えなので2本立ちにしていますが、プランターの方は1本立ちを、だから芽かきを全てやるっていうのをおすすめします。で、全て匂いを嗅いで楽しんでください。花がいっぱい咲いてるよ。じゃあねー。